山城双子塚は、島根県松江市山城町西にある、前方後方墳。国の史跡に指定されている。古墳時代後期の築造と推定され、前方後方墳としては日本で、有数の規模を誇る。山城双子塚、山城双子塚所在地この古墳は、1924年刊行の、島根県市、第4巻において、のつさまの助が、 この噴景に属するものは、従来考古学者の記述に見ざる、我が国内系のものなりと述べ、考古学史上、初めて、前方後方噴という名称が付けられ、学会に報告された。また、珍しい噴景である点と出雲の代表的な大きさの古噴として、1924年史跡に指定された。 この古墳は、出雲西部のいまいち大年寺古墳と、ほぼ同時期に営まれたと考えられており、出雲の東、西に二つの勢力があったかと推測される。被葬者は、出雲の国の宮津子などが創造され、墳形や規模からこの地域の最高主張の墓であると推定できる。また、大場鳥塚、山城双子塚、山城豊墳。 永久宅5古墳の4つの大型古墳が近接して、築造されている。墳丘は2段に蓄成されている。しかし、急日本軍の施設設置の際に後方部の墳丘のおよそ半分は削り取られてしまった。復元すれば、全長92メートル、後方部一辺55メートル、後方部高さ8メートル、前方部の高さ6.5メートルである。墳丘は、 後方部は正方形に作られ、前方部の幅と後方部の一辺の長さが等しいと考えられている。前方部に比べて後方部が大きく、高さも高い。集合、集にわたりの有無は確認されていないが、後方部の東側には南北方向に集合と考えられる幅8から10メートルの堀が認められる。西側にも、 堀と考えられる地形がある。主体部は、未調査である。この古墳から採集されたという水器の有害高月、装飾付け壺、円筒埴庭がある。これら異物の年代は6世紀の中頃から後半、頃である。ありがとうございます。